走る町田から篠崎、ここのホットラインですよね。そうですね、このランニングプレーが、ね、出てくるとやっぱり富士通としてはショートクロック時間がありません。ナイスオーセー、町田から篠崎、はい、このコンビネーションプレーやっぱり素晴らしいですね。今2本目ですか、ね、町田篠崎の合わせが2本出て、まあ、ここまで4得点と、はい、いうことになっていますが、まあ、出だしね、本当にあの羽田昨日と同様シュートセレクション、まあ、前が空いたらしっかり全員が打ってくるというスタイルで、篠崎ちょっと黒く時間がない、町田のスリーポイント、あーすごい、町田が決めてきます。ましたが繋がっています、内を合わせて篠崎、ナイス合わせですね。やっぱりあの篠崎選手スペーシングレーンの飛び込みっていうのは、ここは1本守った富士通、篠崎速いスピード、よく走りますよ。ショットクロック時間がありませんが篠崎、ナイスヒット、よく決めました。はい、町田、町田真ん中から今度は自分でディフェンスを見せています。富士通レッドウェーブ、町田自分で持っていくということで、ナイスゴールとなりました、はい、町田から中村、いいプレー出ましたね。そうですね、宇野のゲームもやっぱり後半ちょっと一気に落ちてしまったのでね、この辺を決めるところはしっかり決めていきたいです。昨日はこの町田宮沢からスリーポイントも1本出ました。はい、落ち着いてますねちょっとね最後は篠崎、町田、篠崎、もう一度町田、わー、お声うまいな今のパスも、そしてお声がスリーポイント、今逆サイドに振るこの後のディフェンスですね、まずはね、そうですね、はい、40対39、富士通1点リード、今度は町田自分で持っていきます。いや面白くなってきましたね、ですよ、町田どうゲームメイクしていくか、今度は自分でシュート、いやナイスインですね、篠崎から町田逆サイド、ナイス合わせ、決まりますね、ここも決めてきました。実どうですか、羽田のリード13点のリード、富士通レッドウェーブ、町田から宮澤、わー来ましたね、ここで宮澤選手、ここでしっかり決めてくるのがこの宮澤ですね。そう